1日1000ポケットモンスター3ムーンレーティングバトル。どうもエデです。はい、いろいろね、バルジーナとかパルシェンとか、まあキャラクターを見てね、そのどういう戦術で来るかっていうのはまあ覚えていけばいいんだけど、まあ対応できなきゃ意味がないと、でやっぱりね、そう考えてた時、そう考えた時に守るって結構重要なんじゃないかなって思いましたね。守る、ただ今回ちょっと守る、まあメンバーはいつも通りなんだけど、守るね、入れようかなって思ったんですが、ちょっと技構成的にね、ちょっと守るを入れる場所がなかった。だから守るを持てる、守る持てるポケモンで、H とか B とか D が高めのポケモンを作ろうと思います。その前作だったらね、エテマタドガスとか、あとジワコイルとかを受けポケで使ってましたね。ポケバンクの解放はいつかな。ポケバンク解放されればね、もうちょっとね、手の戦力、戦力ちょっと、わあ高いな、レート1561。アレスさん対戦よろしくお願いします。うわー、モマンムーがいる。ルカリオ、カイリュウ、ミミッキュ、マンムー、ファイヤローと、カプコケコで、ミミッキュなんだけど、まあステロとか巻かれた時にね、タスキが潰されるっていう点で、やっぱタスキ持ちってのはね、最初に出した方がいいなと思いました。だが今回に限り、相手ステロっぽいやつはいないよね。ステロ巻いてきそうなのはない。それこそバルジーナいないし、パルシェンもいないし、ってことでまず先手はコケコ安定かな。ちょっとルカリオが怖いけど、いや、ダダリン、ファイヤローできそうだよな。なんかファイヤローあるな。ファイヤローあるわ。ファイヤロー読みのレヒレ。レヒレ、戦闘。アーケオスとかどう？使えないかな？アーケオス、行くか。いや、ミミッキュもいるし、コケコンミミッキュ。レヒレコケコンミミッキュ。これが一番いいんじゃないかな。そろそろね、アーキオス使いたいんだけど、使いどころがいまいちわからん。対戦よろしくお願いします。ダダリンは前回ね、ワンパンされたしね、パルシェンにワンパンされたから。うわ、なんかジョジョ立ちっぽい、そのポーズかっこいいんだけど。カイリュウ、海流で来る。なんでこれフェアリーで抜群取っていいんじゃないか。これ自然の怒りでとりあえず半分にするか。いいよね。変えてくる。何？激鱗とか？スパーキングギガボルト。待って、ちょっと耐え、これは無理だわ。これは無理だわ。何それ、ちょっと海竜、ちょっと海竜初見なんですけど。もうミミッキューでいこう。
てか海流って S 早いんだね。まあレヒレがそんなに早くないってのはあるけど、じゃれつく変えてくるかな。買った。まあタスキじゃなくてまず一回化けの皮、一旦化けの皮。これじゃれつく乱数で無理？無理かな。いや落ちたらねラッキーなんだけど、電磁波いく？いや落ちる落ちる落ちて。ダメダンス。よし。よし。ミミッキュで来るんじゃない？うん。やっぱそうなるよね。まずは影打ちだな。これで化けの皮解除。うわー、たすきなんだろうな。多分たすきなんだろうな。コケコでしょ。たすきなんだろうな。S どうだろう。いや、エテのミミッキュはほんと最速意地っ張り S 全振りしてるんで、まあ相手も同じ感じ。あー、タスキっぽいな。同じ匂いがするわ。うわー、やってしまった。そりゃそうだわ、影打ち持ってるに決まってんじゃん。しくった。そりゃそうじゃん、もう絶対タスキじゃん、もうこれ。影打ち、シャドーボール、じゃれつく。まあここは10万ボルトでいいか、普通にね。いや、マンムーだったらどうしよう。なんか入れ替えてきそうっちゃきそうだよね。いや、それはないか。さすがにそれはないな。ちょ、いったんマジカルシャイン。タスキでしょ、どっちにしろ。うん、どっちにしろタスキ、タスキ。ここで、マジカルシャインディ。多分影打ちしてくるよね。耐えたけど、もうダメだ！ダメだ、それじゃ！何だったの最後一匹。何だったんだろう。海竜とミミッキュ、ルカリオかな。いや、ルカリオだとしても鋼でしょ。で、何がいけないんだろう今回は。けどやっぱ海竜のその選定でレヒレがワンパンされてしまったっていうこと。けどあんなん耐えようがないでしょ。守るか、やっぱり。うわ、守ってれば一応そのね、ストーン技でも石技でもさ、半減はできたでしょ。確か半減はできるんだよね。守るか。エテの
ポケモンエテのバトルにはマモルが足りないか。そういうことだな。うん、はい、もうちょっと技見直してきます。はい、では本日は負け、ご視聴ありがとうございました。